なんか切り抜きで見たんだけどさ、矢後さんって言ってたらさ、なんか矢後さんって呼び方わろたみたいなこと書いてあってさ切り抜きのコメント結構一緒に見てるんだけど、おもろうと思って見てたら、矢後さんってなんでそんな面白がられてんのかなって思って、矢後さんで調べてみたらなんかトンボらしくてトンボらしくて矢後さんで、なんか誰かがさ、ルシアなんか社長の名前覚えてなさそうみたいな確かに矢後さんかと思ってたみたいな。谷郷さんって分かったの、デビューして多分3ヶ月目ぐらい。なんかみんな、なんか結構、いやルシア、なんか面接の時喋ってるやろって書いてあるんだけど、いやルシア、デビューする時も矢後さんと通話だったから会ってないんだよね、通話だったから。でも今度ちょっとスタジオ行って矢後さんがいて挨拶 したいなと思って、はい、してきますね。じゃあで、もし挨拶できたらみんなにまた報告するね。矢後さんと挨拶できたみたいな。大丈夫か、殴り合いになんないから急に、おらーとか言って、平気かな。なんか、通話で話してた矢後さんじゃ なかったらどうしよう。戦闘民族だったらどうしよう、おらー、ルシアーとか言って、てめえ、調子に乗りやがってみたいな、急に、いつもおめえ、なんかすぐ、ぐちぐち言ってきやがってとか言ってきたらどうしよう。その時はぶん殴ればいいか。拳で対抗するわ、矢後。え？正規は？正規はって何？漫画なの？ジャイン？いや、そうするね。そう、出せない。いやいや、殴られたらやっぱ、自己防衛だから。そう。一発やられたらもう100倍返しするわ。しとくわ。ボコボコにしとくね。もしなんか、ポンってされたらもう、ちょっとボコボコにしてくるね。で、ルシアが乗っ取ってくるわ。うん、わあ、これからカーバーの社長じゃーつって、次からちょっと名乗ってくるね。うん。そう、勝ったら勝ったら、ちょっと乗っ取ってくるね。ネクロマンス、あやまさんは倒すと殺さないから、息の根は止めない。デビューしてもらう、7期生とか6期生とかに。で、ココちゃんを連れ戻す連れ戻そうぜ。でもココちゃんに断られたらどうしよう。ルシアパーセンが社長とかちょっときついんですけど。あ、そうしたらルシアの社長を交換すればいいのか。あ、いいよっつって、あ、もう全部任した裏破壊と切りいいじゃん、ココちゃんがさぶっ倒してルシアがさ生き返らせる係で、めっちゃよくない？